あ、これこれ、これから醤油を足すから。あまり見ないように、その分恥ずかしいからな。これからちょっと醤油を足しに行ってくるから、あまりチラチラ見ないように。こらこら、あまりチラチラ見ないように醤油を足しに行ってくるから。いや、いい天気でよかったな、醤油を。ねえ、もう真っ青ですね。真っ青ね、雲一つない。雲一つない。チラチラ見えるけど。見えますね。でも一番ちょうどいいんではないか。ちょっとこう雨の感じでな。気持ちがいいですね。桶狭間ルートっていうのがあるから。はい。出陣ルート。なるほど。そこ歩かれたんだよね。2種類分かれとるんだよ。気をつから。気をつから歩いてもいい。だから出陣のルートが2つあるわけ。2つの。かっこいいかなと思ってやってみたんじゃ。これってあんまりしないです。あんまりやらんけど、ちょっとな、あの覚えてやってみた。なるほど。かっこいいかろうと。で、それを考えると、まあ、わしに基調にも書いてくるものを、雨がちょっと降って、まあ、そういう雰囲気も味わえるかなと思ったら、まあ、歩くときは歩きやすい感じになってくれた。そうですね。雨も闇。もうそうじゃな。徐々に出てきてるんで。ちょっと風がある。ちょっと汗ばむくらいですから、うん、いいかもしれません。ちょうどいいかもしれない。ただ、わしはちょっと兜がな、あの横風に煽られて、首がちょっと痛いなって、つけた瞬間、首痛かったな。煽られる。Thank you.
かの。自動わしにはなんとも何
スパイだけど、わし聞いたことあるんだよ、これな。ネタとは誰じゃん、ネタ。知らん。ネタって。ようかかった。こちらへ歩いてどうでしたか。これなぜ上清正よ。は。なぜ上このように甲冑を着とるものが多い。しかし、すみません。なぜでしょうか。ここが向かい向けゆかりのところに向いて向いてしゃべった。いや、遠い昔に思いを馳せながら武家ゆかりの土地だからではありましょうか、まあ、そうだな。あるいは武神の神を、まあ、社として祀っておるからかもしれません。ああ、わしの先輩がここ出身なんじゃな。熱田神宮の源頼朝公じゃな。源頼朝公がこの辺りで生まれたよちゅうものを知らんかったもの手挙げてみる。そうなんじゃい。あの辺さ。違うわ。方角的にも違うわ。本当に違うわ。あれなんじゃ、宮司殿の娘の血が入っとるわけだな。故に生誕したのはこの熱田神宮の隣。わしが一番尊敬するのは頼朝公だな。武士の主人秀吉殿と比べても愛を取らんようにね。な、わしはお主は地と劣る。おらそうじゃろ。もし秀吉殿から劣ってて、なんでそんな不吉されとる。それぐらいはええじゃん。まあそうだ、わし戦国時代で一番の天才は豊臣秀吉殿だったと。ここだけの話を。秀吉様であれば、インフレ目標 2% も達成できるわけですね。あの経済政策であれば。トヨトミクスの話をしたのか。ようでございます。トヨトミクスの話を、やはりあれほど大胆に使ってまいると、そういったことも可能かもしれません。確かにな、積極経済だな。でその後はちょっとデフレ入りましたからな。そうじゃな。ばらまきすぎじゃな。どうじゃ達夫よ。熱田神宮で経済政策の話。トヨトミックスの話。経済の話はそんなに明るくはないな、達夫は。ね。わかりません。大体お主は年間どれぐらい生産をしておったんじゃ。いやー、わかりませんな。このがてで、わからん、たくさんか少ない。たくさんでしょ。なんじゃろうな、これの何をするでもなし。戦国武将二人と、これは誰が誰かっていうのを見て回っておりますが、前立てが同じものがたくさんおりまするゆえ。わしな、先ほどはあちらに座っての座ったんじゃ。これで隣におった、まあ、武将の者名があるんじゃろうな。話しとっての、これでなりわいはなんじゃと。はっ。そしたらわしの血すぐそばまで来て、森長吉。すまんじゃったな、あの時は殺して待って。死にました。小牧長吉の時にすまん。では、まあ、結局なので今日ウォーキングの催しでございますので、沖狭間ルート、清洲ルートがありまして、うん、おそらくゆかりの場所もあるんではないですか。そうじゃな、どういった跡を見ながら歩くのが今回の趣旨ですから、ちょっとご拝見してもよろしいでしょうか。清洲コース回った方どれぐらいいらっしゃいますか。たくさんいらっしゃいます。清洲コースはこのような形になってましてですね、清洲城や清洲公園、
遠藤寺商店街とか、しけ道など、おうほう、まあ、こう、清須と名古屋の、はい。なるほど。なるほど。はい、テスト中。歩いてきたか？歩いてきたか？今着いたところか。お、今着いたところか。ようやった。会議であったな。どちらの順路を歩いてまいったのか。名古屋城からの。名古屋城からの。清須の方。あの者たちは清須から今出陣して着いたところだ。よくおなごたちはなぜゆえそのような格好をいたしておるのか。こんにちは、アスタ神宮太鼓教室です。毛利家と今から演奏を始めます。真田家がどういったつながりで来ておるんでしょうか。なぜじゃ。神楽太鼓、そのボランティアというのは何をするのか。シンクルも50に演奏します。ボランティアで人と戦うよということ。Thank you.